復元された中世、掘立柱建物日山城跡は、栃木県宇都宮市竹下町にある、中世の城郭跡遺跡である。絹川左岸の段球場に立地し、永任年間に、羽賀高都市により築かれた城郭である。日山城は、下野国を本願とする有力豪族である宇都宮市を、支えた、武士団である羽賀市の城として300年間使用された。 加賀しは、マシコ氏と共に、聞きよし両党と呼ばれる宇都宮氏の有力な武士団であった。特に、南北朝期には戦乱に巻き込まれ、南朝に攻め込まれ落城したこともあった。牧書土器室土地で復元された古代、縦穴建物本城各は、1977年の3月8日付で、国の指定を受け、史跡整備が行われた。史跡整備に先立つ発掘調査により、 掘り幅が15から17メートルであったこと、城の東と南は、その深さ8メートルの二重の掘りにより守られていたこと、西と北は、木の川に守られていたことが明らかになった。また、7つある車の調査を行った結果、掘った手柱建築跡の変遷や門石も確認された。また、水域前の時代ではあるが、三宅と書かれた牧書土器が出土し、 東日本にも呪しに関する施設があったことを示す発見もなされた。富山歴史体験館悲惨史跡公園内に富山歴史体験館がある。ここでは、まがたま作りから衣装体験まで子供に人気の催しを行う遊んで学ぶ体験館として公開している。ありがとうございます。